おはようございます。たかしです。本日は4月19日水曜日、ただいま5時56分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は今まだ確定するにはもう3分ほどあるんですが、現在は上髭の陽線となっております。ただこの上髭の陽線なんですが、直近の高値超えられていないんですね。髭では超えてきたんですが、実体部分では超えられていないというところで、やはり比較的上値は重いなという印象。じりじりと上昇はしているんですけれども、今はかなり難しい相場になっております。ストキャスティクスも高値圏、マックディも少しモメンタムが弱まってきてますので、やはりここから今じりじりと上昇はしてますが、この上昇にはついていかない方がいいっていうのは前々からお話ししてますが、今は一旦の様子見、下落待ちというところですね。もし下落してくるのであれば、日足の GMMA までは下げる可能性があります。あくまで可能性ですが、ですのでもしかすると164円ぐらいまで下げてくる可能性、もう少し下まで下げる可能性も考えておいた方がいいと思いますが、現在は一旦の調整の下落待ち、そこからの次の上昇の流れに乗っていくっていうのがいいんじゃないかと見ております。では4時間足です。4時間足はこのオレンジの平行チャンネル、これ過去にもずっと意識されていたラインなんですね。でそこを今上抜けてきて、そこがサポートになっているのが分かりますかね。その辺付近で下支えされての上昇にはなってきているんですが、やはり上値が重いなと。その上昇の仕方がこの辺りからあまり綺麗じゃないんですよね。この4月の上旬ぐらいからのこの上昇の仕方っていうのはじりじりと上げてきてます。そしてこれローソク足見ていただいたら分かりますが、上髭下髭っていうのをすごく出してますので、分かりにくい相場だっていうのが今の、全体的な印象ですね。ただ基本的には上昇トレンド中なんです。 GMMA は上向いてますので、ただその中でも一度、今は一旦の押しをつけに行くような期間に入っているんじゃないかと見てます。ずっとこの浅い押しで、浅い押しというか押しをつけずに上昇してきてますので、直近も押しが浅いですよね。この平行チャンネルの上限に押しをつけに来てますが、やはり押しが浅いので、もう一度その辺付近まで、もしくはもう一段深く押しをつける可能性を考えておきたいので、まずは GMMA の青帯に深く突き刺さるぐらいまで、もしくは GMMA の青帯を下抜けるような動きをするところまで、そのあたりまでの押しをつける可能性を考えておくのがいいと思います。現在インジケーターストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてきてます。ただ過去の動きを見ててもかなり汚いですので、このままどんどん下げるのかどうかはわからないんですが、一旦は高値圏からデッドクロスしてますので、上値は重くなってくる、つまり下げやすい地合いにあるっていうことは確かですね。でマックDに関してはダイバージェンスを起こしています。まだちょっと今まだ上向きかけてきてますが、まだここから再び下向くっていうことも考えられるので、マックDは弱いんですよ。でもその中でじりじりと上昇はしてきてますので、ダイバージェンスに近い形をしてますので、ここからの下落をする可能性が高まってきているというところ。現在のトレンドは上昇なので、基本的には押し目買いなんですが、その中で一旦の調整の下落を起こしそうなインジケーターになってきてますので、今はその下落を待って、次の4時間足単位での上昇を待つのがいい、そういうタイミングに入ってきてます。では1時間足です。1時間足黄色のボックスをイメージしてました。昨日は一旦上抜けたんですが、再びボックスの中に戻るのかどうかというところですね。ボックスの中に戻ってくればボックス下限を目指す可能性があります。ただ今1時間足の GMMA も横ばいから昨日の上昇で上向きになってきてますよね。なのでここでサポートされればもう一段上昇する可能性はあるんですけれども、やはりこの上昇にはついていきたくないなというところですので、今は一旦下落するのを待ちたいタイミングですね。その下落っていうのが黄色のボックス下限付近、もしくはこの緑ゾーン付近ですね。その辺ぐらいまで下落してきてくれれば、そこからは次の大きな上昇の流れができる可能性がありますので、その辺についていくのがいいのかなと見ております。今はクロス円に関しては一旦の下落を待ちたい。ただそうは言いましても、じりじりと昨日とか一昨日とかもずっと上昇してきてますので、この上昇の流れに乗れば取れたじゃないかっていう、そういう機会損失もあると思いますが、今は待ちのタイミングと思ってますので、この難しい中でやるのではなく、今までは黄色のボックスの上限に当たると反発、もしくは下限に当たると反発してきてたので、それが分かりやすかったんですが、今はもうかなり高値圏にありますので、ここからのロングエントリーは最高値をつかむ可能性、そしてここから下落する可能性っていうのも十分ありますので、その辺に注意してトレードしていく
く。ですので今はじりじりと上昇しているから押し目買いには違いないんですが、その中で日足、4時間足単位での調整の下落をしそうなタイミングに来ているというところを念頭にトレードをしていくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。プライム会員価格は徐々に値上げを予定していますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。 GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。またインジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。